はい、皆さんこんにちは、ケイスケです。今日はですね、このフェダリングのロスというものについて話をしていきたいと思います。ではよろしくお願いします。1個前の動画でですね、フェダリングの効率とは何かということを、話したと思うんですけれども、その次としてですね、フェダリングにはどういうロスがあって、それにどう向き合えばいいのかということを話していきたいと思います。はい。でいきなりまずこんなこと言っちゃっていいのかってところなんですが、まず僕の中の答えとしてですね、ペダリングのロス自体はよくわからないという、そういう立場です。でなぜよくわからないってわざわざ言うかというとですね、これすごく数値化しづらいんですよね。でなぜかというと、体の中で起こることだからです。もしこれが例えばロードバイクの伝達の効率みたいに、じゃあチェーンで、ね、伝達の効率が落ちてますよっていうことだったら、測りようはいくらでもあるし、数字で出すこともできるし、じゃああなたのパワーは何ワットですかって言うんだったら、パワーメーターつけてね、パワーを出すということもできると思うんですけれども、ペダリングの効率が悪いですねと言った時に、ペダリングの効率っていうのはペダリング効率のことじゃないですよ。ペダリングに、あなたのペダリングは無駄が多いですねと言った場合に、じゃあ何が無駄なのか、そしてその無駄によって何パーセントパワーが失われているのかっていうのは、もう体の中で起こることじゃないですか。もう体の、自分の体の外、シューズのクリートの外のペダルにパワーが伝ってしまえば、そのパワーっていうのを測ることができるんですけど、自分の体の中でどれくらいロスが起きてるかっていうのは、正直言って、測りようがないというところだし、まあ測るんだったらそうですね、まあ結構難しい装置が必要なんじゃないかなと思います。はい。というふうに筋肉の動かし方だったりするので、まずよくわからないというのが大前提です。はい。で、よくわからないんだけれども、はい、わからないものである以上、まあわからないなりに付き合いましょうねっていうのが僕の意見ですね。わからないからどうしようもないってわけでもないし、逆にもうわかった。分かったっていうはずもない。分からないから、もう分かったっていうふうに考えても、何でも分かるぞっていうのはそもそも間違いだし。ということで、まあこういう、ところでこういうロスが起きている可能性があるので、まあここは気をつけて、自転車に乗りましょうねと、いうことになります。ということで、ペダリングのロスについて、考えていくんですけど、ここで扱うのはもうこれだけですね。アンクリングです。はい。まあ、ペダリングといったときに、まあ、ほとんどこれだと思うんですよね。まあ、細かくリストアップすればいくらでもあるとは思うんですが、その左右のバランスとか、まずはこれにフォーカスしていきたいと思います。はい。アンクリングとは何かということなんですけども、はい。ここで絵を描くと出てきましたが、何かっていうと、かかとが下がることを言います。はい。踏み込むときにかかとが下がることをアンクリングって言いますね。で、まあ、こういうふうにクランクがあるとして、まあ、ペダルが、ここにあるとしましょう。結構下の位置。で、まあ、サドルが、例えばこの辺にあるとしたら、足があって、このサドルから太ももがあって、足があって、膝があって、まあ、こういう状況で、こういうふうに踏んでいると思うんですけど、アンクリングしたときに、こうどうなるかというと、ちょっと色を変えて書くと、膝が下がって、はい、こんな形になりますね、アンクリングっていうと。かかとが下がるということです。はい。で、この、下がるときに、踏み込んだときにかかとが下がる。で、逆に、一番上のときにかかとが逆に上がってしまうということをアンクリングと言います。はい。で、このアンクリングは一応、ない方がいいだろうと。僕も、しない方がいいかなと思っています。ただ、最初に言ったように、この、もしロスが起きているとしても、それは体の中で効率的な使い方をしていないということなので、じゃあ、このアンクリングによって何パーセント出力が減るのかとか、そういったことはわかりません。はい。じゃあ、ペダリング効率が 50% とかだったとしても、じゃあ、このアンクリングのせいで 50% なのかと言われると、それはわからないので、わからないものはわからないのに、付き合うと、ということです。で、先に行きたいと思うんですが、はい。このアンクリングについて、まあ、2つのポイントについて考えていきます。なぜアンクリングが悪いのかと
ということで、一つは上下動による位置エネルギーと運動エネルギーの変化で、もう一つがエキセントリック収縮による筋肉の損傷というところです。で、行ってみると、はい、じゃあまずこれです。上下動による位置エネルギーと運動エネルギーの変換なんですけど、そもそもこれ何ということなんですけど、まずペダルが上支点の時、太ももとかふくらはぎって一番高く上がってますよね。はい。で、ペダルが下支点の時って、まあ、太ももとかふくらはぎって下がってますよね。まあ、これ図で書かなくてもわかると思うんですけど。はい。こう、ペダルがあって、ちょっと書き直そう。はい。この回転軸があって、こう、サドルが、まあ、この辺にあって、上支点の時っていうのは、まあ、こんな感じですかね、足が。で、下支点って、こう、下になると、こう、下がっていくと。はい。つまり、これだけ上下するわけです。太ももとか、ふくらはぎが、これだけ上下すると。いうことです。はい。で、まあ、引き足とかで上げたり、まあ、踏み足とかで、こう、踏んだりともするんですけど、これ、上下するってことは、この、自転車の推進力とはちょっと全然関係なく、そもそも上下するってことは、この運動にエネルギー使いますよね。絶対に。この上下するんだから。だったらこの上下動のエネルギーって少ない方がいいじゃないですか。はい。この上下動って絶対するものなので、じゃあこの上下動少ない方がいいよねと。じゃあここでアンクリングしたらどうでしょうか。アンクリングした場合をこう赤で書くと、こう、下支点でこう、かかとが下がってしまうと、こうなるし、じゃあ上支点でかかとが上がってしまうと、こうなる。これ黒の時の幅より、これ赤い方が幅広いですよね。っていうことは、アンクリングすると、それだけ上下動が大きくなるっていうことなんですよ。太ももとかふくらはぎとかの上下動が大きくなる。っていうことは、この上下動にエネルギー使いますよね。それはそれで。だから、あんまり良くないだろうっていうのが僕の考え方です。はい。で、ここまで説明して、あれちょっとおかしいぞって思った人がいるかもしれないです。で、それは何かというと、ちょっとこれを、はい。はい。まあ、アンクリングすることによって、上支点でどんどん、太ももとかが高くなって、下支点では太ももが低くなるので、その分エネルギーは余分に食いますよね、と。はい、いうことなんですが、じゃあ、ここでおかしいなって思った人がいると思うんですけど、運動エネルギーと位置エネルギーって、100% 変換できますよね。だからロスないんじゃないのって思う人がいると思うんですよ。だって、こう、上げた分下げれば、下がった分エネルギー回収できるじゃないですか。太ももを、こう、上げたとしても、太ももをこう、下げた時に、こう、位置エネルギーは解放されるので、まあ別に、上げるのにね、エネルギー使ったとしても、下げる時にエネルギーを解放できるんだから、まあ別にプラマイゼロじゃないの、というふうに思うかもしれないんですけど、これって、かなり理想的な時は、そうですよというだけで、ね、現実は理想的じゃないですよね。だから、これって、よいしょ。はい。例えば、摩擦がありませんとか。摩擦がない世界、だったり、そういう、あと不可逆的な変化がないっていうんですかね。全部可逆的な世界で、あと完全断性衝突でとか、そういう世界だったら、位置エネルギーと運動エネルギーっていうのは、まあ 100% 変換できるかもしれないんですけど、世の中現実的にはそうではないので、上下動するっていうことは、それに伴って少なからずエネルギーの損失、つまりロスとか、損失っていうものは発生してきます。だから僕はアンクリングはしない方がいいだろうというふうに考えてるわけです。はい。で、ただこれもしない方がいいだろうとは考えていますけど、じゃあどれくらいのロスなのかって言われると、これちょっとすぐには出てきませんよね。はい。まあ、だいたい、体重というか足の重さとかはわかるので、じゃあそれが1秒間にとか1分間に90回転した時にどれくらいエネルギーが必要かっていうのはわかります。それは計算すればわかります。だけど、そのうちのどれくらいが損失になってるかって言われると、ちょっとこれはわからないですよね。わからないですが、
上下動すればそこには必ず損失は起きているので、まあこれは一つ、ペダリングのロスとして考えていいんじゃないかなと思ってます。はい。ということで、アンクリングをすると、まあ、上下動が増えるので、それに伴ってロスは起きるでしょう。で、アンクリングによって上下動が増えるんですけど、じゃあアンクリングしなかったとしても当然上下動がするので、そこにはロスが必ずあります。だからアンクリングにして、まあ、おそらく増えるでしょう。上下動が増えるので。だけど、じゃあどれくらいかって言われると、それは僕はよくわからないというふうに思ってます。だからアンクリングにしたら、もう、ほら、この通り、めちゃくちゃロスが増えるじゃないですかって言ってる人がいたら、よく注意して聞いてみてください。本当にその人が、科学的な根拠を持ってそう言ってるのかっていうと、僕はそうじゃないと思います。そんな根拠を持ってる人はほとんどいないと思いますので、本当にそうかどうかっていうのをよく考えてください。はい。で、次もう一つ。で、これがエキセントリック収縮による筋肉の損傷なんですけど、はい。エキセントリック収縮って聞いて何それっていう人が、ね、ほとんどだと思うんですけど、まずこれ何かっていうことなんですけど、これ実はですね、力をかけた方向とは逆方向に筋肉が伸びることですね。で、何のこっちゃってことなんですけど、普通筋肉が、収縮する、まあ、力をかけた方向に筋肉が縮みますよね。だけど実は伸びることもあって、これ一つの例が何かっていうと、階段を降りるってことなんです。階段を降りると、実は階段を降りるときに、階段をですね、下方向に向かって下に進もうと思って階段を降りる人いませんよね。ブレーキをかけるように階段を降りますよね。で、ブレーキっていうことは降りる方向とは逆方向に力を加えてるわけです。っていうふうに、逆方向に力を加えて、力を加えた方向とは逆方向に行くというものがエキセントリック収縮になります。で、実はこれですね、筋肉へのダメージが大きいっていうことが分かってるんですね。で、筋肉へのダメージが大きいので、じゃあ何かっていうと、実はこれ筋トレとしては非常に優秀なんですね。短時間で筋肉にダメージを与えられる。なので、例えばダンベルを持ち上げてね、筋トレするときに、まあやるのは、持ち上げるときも、まあもちろんそれは筋トレなんですけど、持ち上げた後、ゆっくり下ろしましょうってことをやったりするんですね。で、下ろすときにゆっくり下ろすってことは、力をかけた方向とは逆の方向に、進むと。そういうことじゃないですか。だからこれはエキセントリック収縮を使った筋トレ、なんです。はい。で、こういう収縮が起きます。アンクリングした時にはこういう収縮が起きます。はい。まあ、どこで起きるかっていうと、ふくらはぎ、なんですね。ふくらはぎで、まあ、書いてみると、例えば、上肢点で、こういうふうにこう、かかとがかなり、立っていたとします。で、下肢点で、はい。かかとが、こう、逆に、寝た場合、ここのふくらはぎの筋肉が、こう、伸びると。まあ、かかとがこう、かかとがこう、上を向くので、下肢点にいたときに行くので、ふくらはぎの筋肉は伸びるということなんです。で、この時に、当然筋肉は収縮しようとしているんですけど、それよりも外からの力が強くて伸びてしまうという、これがエキセントリック収縮が、ふくらはぎで起きると。いうことなんですが、はい。で、まあ、そうすると、まあ、筋肉に結構ダメージがいってしまいますと。ということです。で、それプラス実はもう一個特徴があって、これエネルギー消費が少ないんですね。エキセントリック収縮ってのは。だけど、エネルギー消費が少ないってことは、あれ？これ、ロードバイク乗る上でエネルギー消費が少ないってことはいいんじゃないのって思うかもしれないんですけど、実はこれ違っていて、エネルギー消費が少ないっていうことは、なぜかっていうと、これ、力をかけた方向とは逆方向に動くってことは、これ実はエネルギーをもらっちゃってるっていうことなんですね。本来筋肉が動くときは筋肉が動いて、それで自分の体の外にエネルギーを出すと。で、エネルギーを出すって言いましたけど、これは日本語で言うと仕事をするっていうことですよね。エネルギーを使って外に仕事をする。で、外にする仕事っていうのは、それがロードバイクが走るっていうことです。だから、外に仕事をするんだからエネルギー消費は当然その分あります、絶対。だけど、エキセントリック収縮っていうのは力をかけた方向とは逆方向に置くので、実は外からエネルギーもらっちゃってるんですね。っていうことは、ロードバイクが進むことに使えたはずのエネルギーをふくらはぎで受け取っちゃってるっていうことなので、これは進む方向にはいかないですよね。ということで、まあこれも、ロスと言っていいでしょう。損失と言っていいんでしょう。で、さらにここであれと思う人がいたかもしれないんですけど、外からエネルギーをもらった
としても、じゃあそのエネルギーまた貯めてるんだから解放できるよねって思う人いるかもしれませんよね。そうなんですよ。エキセントリック収縮っていうのは外からもらったエネルギーを、弾性エネルギーとして筋肉が伸びるわけですから、伸びた分縮めるよね。じゃあその時縮んだ分エネルギーが解放されるよねっていうことなんですけど、まあこれも 100% じゃないですよね。仮に、エキセントリック収縮で、仮にじゃないですね。しっかりエキセントリック収縮でエネルギーを蓄積できたとしても、それを解放するときには必ず損失があります。変換効率 100% のエネルギーの変換装置なんていうのは現実的にはありえないので、エキセントリック収縮をした、それでエネルギーを貯めたとしても、それを解放するときには必ず、エネルギーの損失が出てきてしまいます。はい。まあ、ただですね、エネルギーの損失が出てきてしまいますけど、じゃあそれが一体全体の何パーセントなのってことは、ちょっと僕はすぐにはわからないので、まあ、よくわからないということにしておきたいと思います。ということで、まあ、これエキセントリック収縮が起きると、アンクリングをするとエキセントリック収縮が起きるので、まあ、そうすると、まず、まあ、エネルギーの損失があるのと、あとは、筋トレとしては非常に優秀なので、ふくらはぎが発達しますよね、ということになります。で、そうすると、ロードバイクにあんまりふくらはぎの筋肉って必要ないじゃないですか。ってことは、まあ、体重が無駄に増加してしまって、まあ、山登るときとか、あるいは加速のときにちょっと不利になると、ということが出てきたりもします。ただ、これは損失というか、まあ、単に体重の増加みたいなところなので、何パーセント損失みたいなことは言いにくいんですけど、まあ、こういうことも起きてしまいます。はい。ということで、アンクリングをするとどうなるかというと、まあ、筋肉へのダメージが大きい。エキセントリック収縮なので、筋肉へのダメージが大きいので、まあ、長時間のライドでへたってしまったり、でその上エネルギーがペダルに伝わらないで、ふくらはぎに、伝わってしまうと。で、まあ、筋トレしてるみたいなものになるので、まあ、トータルとしてパフォーマンスは下がるよね。で、どれくらい下がるよねって言われるとわかんないんですけど、下がる方向に行くよね、ということは言えます。はい。で、以上、この2つについてまとめました。はい。だから、エキセントリック筋収縮と、あと、これですね、上下動による運動エネルギーの変換のロス。はい。ということで、この2つについて話をしてみました。ということですね、僕自身もですね、早く走るためにはアンクリングはしない方がいいと思ってますし、まあ、実際にしないように、まあ、頑張ってペダリングしようというふうにしてます。ただし、こういうのはすべて自分の体の中で起こっていることなので、じゃあ何パーセントロスしてますよ、何ワットロスしてますよ、そういうことはなかなか言いづらいです。で、なので、明らかにロスしてるよね、すごいロスしてるよね、だから直そうよみたいなことは正確に言うのであれば言えないと思います。はい。だから、ロスしている方向であるのは間違いないので、まあ直そうよということを言えるんですけど、まあそれでめちゃくちゃですね、不安を煽ったりですね、こうしないともうダメだみたいな、そんなことを言うつもりは全然ないので、しっかり、わからないものはわからないものとして理解した上で付き合うという、そういう姿勢が、大事なのかなと思います。まあもしもですね、調べてみたら、実はこれ 1% ぐらいで大したことがなかったですねってなるのかもしれないですし、わからないですし、もしかしたら実は 30% ぐらいロスしていて、めちゃくちゃ効果絶大だから、もう早くアンクリングやめろというふうになるのかもしれません。それはわかりません。わからないんですけど、こういうことをいろいろ考えた上でロードバイクに乗りましょうということで、今日の動画を終わりにします。ではまた次の動画でお会いしましょう。